竹畑ふるさと文化財の森センター前にて、バス定表には旧専用カラーのバスが描かれている日の竹畑コミュニティバスは大阪府河内長野市で運行しているコミュニティバス。南海バスに委託している。河内長野駅前と竹畑ダムを結んでいる。奥河内黒マロの里は419ボルト系統のみ停車。南海バスは2001年9月までは 南海電気鉄道のバス部門であったが、ここでは南海バスの表記に統一する。従来、南海バスが河内長野駅前高向子の日野間を路線バスとして運行していたが、利用者源により日野地区からの運行撤退を示していた。また、滝畑地区は滝畑地区の自治会による自主運行の住民利用専用のマイクロバスが、 河内長野駅近郊と滝畑地区を結んでいた。これらを代替し、日野滝畑両地区への生活路線バスを確保する目的で南海バスの運行で、河内長野市が運行経費の赤字分を負担することで、貸切運行許可に基づいて運行を開始した。運行開始当時は以下の特徴があった。貸切運行許可から一般乗り合い許可に変更し、 一般路線化として利用者等に案内された。一般路線化に伴い、以下の変更がなされた。11月29日のダイヤ改正に伴い、以下の変更がなされた。以前は専用カラーの車両で運行していたが、車両廃車後は、南海バスのワンステップ車両で運行されている。河内長野駅前から滝畑地区間は、自治会の自主運行バスの他に、南海バスが、 川内長野駅前、天の山、サイクルセンターの一部の便を延長する形で、滝畑ダムまで運行を行っていたが、冬季を除く土曜、日曜、祝休日と、夏季平日のみの運行で、行楽客の利用に絞った運行であり、住民向けの運行ではなかった。この運行は現在では廃止されている。ありがとうございます。